これ、ピラミッド基地だー。なんかあのしょぼしょぼの遊園地とかでこういうさ砂を掘ってさ、あのなんていうの、あの化石取りみたいなさ、こうやってちょっと細かくこうやって削るみたいな、あれ感覚ピコだよな今こうやって階段だよね、階段ね。青いところ、紫のところの下、ちょっと待って、ほんとや。え、なにこれ、こんな感じだっけ。え、なにかさ、これなんか二重でされてない？なんか埋まってるぞこれ。え、化石？え、なになに化石って、なに化石ってさ、なに、え、ガチで化石みたいなのあるペコなの？これ化石？え、マジで、じゃあペコちゃんがさっき言ったおもちゃのやつってこと？白いのが化石だよ、壊しちゃいけない、激レア。でもこれさ、ちょっと待って、あのさ、ここさ、ホロサバじゃなくてさ、資源サバでね、リセットされるらしいの。おお、あばらとかそこら辺じゃないかって。うわ、これ TNT で爆破しようぜ、上邪魔だから、上全部石炭壊さないでね。はい、あ、化石ごとぶっ飛ぶこれも化石か、これも化石か、ここも骨だ。うわうわうわ、お、いいじゃん、幸運。天才と、はい、回収、あ、ありがとう。これで化石はもうとりあえず無事よ。いや、ちょっと化石、あ、無限、マジか。え、待って、氷渡りってさ、水のさ、氷にされるレベル出てる、出てる。やーたやめれねんだよな、やっぱマイクラってここさ、結局は1ヶ月後なくなるから掘ってもまあ意味ないペコなの。ここで掘るならホロサバで探した方がいいと思うペコ。どう思う？探しても見つからんぞ。え、なんで？だってこんなピラミッドにあるんじゃないの？10時間探し回っても見つからないのがデフォ。これは激レア？え、じゃあペコちゃんはやっぱ持ってるってことペコな？ピラミッドにあったのは超レア。まあ？正直見たことがない。まあ？一回戻って整理して、ピラミッド内にあるのも稀だからこそ超レアだったってことペコだよね。だからみんなちょっと興奮してんだ。え、骨ブロックって何？化石でしか取れないってことペコなんかな？骨で作れる？え、じゃあ何それ勝手にさ、これ化石ですってできるやん。え、なんでみんなじゃあ興奮してたの？ロマンだろ？ああ！男はロマンってね、ゆうペコですからね。そりゃそうだ。あ、なるほどね。あー、わかるわかる。あーね。人工よりも自然発生がやっぱいいだろうって。あー、やっぱりそう思いますペコですよね。ペコちゃんもそう思ってたん。うわ、じゃあちょっとペコちゃんマジでさ、博物館的なのも1ヶ月でバイバイになっちゃうペコだけど作ろうかな。まずはこのわかりやすいところに、ウーダー建設入るペコ。化石あり。ウーダー建設発掘します。宝すべて、宇佐田建設ある、化石掘り掘り中、立ち去れ。ここに宝なし、入ったもの皆その後行方知らず。ピラミッドに呪いがかかっている、立ち去れ。配信で化石掘りする予定なのでお願いします。これはいいペコだね。こうしたらもう、あー、そっかーってなるからね。ここにあっ、もしかして君が先に見つけてた？もしかしてだけど、ペコラの配信のネタを取ろうとするやつは誰だと思うと殺す。てめっ、ここはペコラの所有地や。よし、次回ここの化石掘りかな、マイクラ。あ、じゃあハニ、あれだ、あ、やべえ、ハニカムのことも忘れてるペコだわ。まあ、いろいろね、やることが多いペコなのでね、またちょっとね、マイクラやっていきたいなと思います。